半ン接合用度を次手管継手、一度に鉄、または真鍮3、新中三新中4新中5、新中性アダプター PVC 継手観光機材とは、水回り、空調機器など、流体が循環する設備機器に取り付けられる機器、機材とそれらをつなぐ配管機材の総称。パイプ、または、チューブ直線部分を接続し、様々なサイズ、または形状に適用し、 流体の流れを調整するなどの他の目的のために、パイプシステムで使用されるこれらの継手は、配管で使用され、パイプ、または、チューブのシステム内で、家庭、または、商業環境で、水、ガス、または、液体廃棄物の輸送を操作する。継手は、設置にお金、時間、材料、及びツールを必要とし、配管及び配管システムの重要な部分バルブは、 技術的にはフィッティングでの設置であるが、通常は個別に対処する。流体用の缶、継手やバルブポンプ、水栓などの配管資材と、給水設備機器、排水設備機器、衛生設備機器及び空気調和設備機器などの流体系設備機器を合わせて表現するための造語。配管資材や流体系設備機器を卸売する、中小事業者による、 東京バルブ継手鉄管商業共同組合、大阪バルブ継手ポンプ商業共同組合、愛知県バルブ推薦鉄管継手商業共同組合の3組合により、昭和38年1月に、全国バルブ継手鉄管ポンプ商業連合会が発足。しかし、各地区の名称に異があることと連合会の名称が長すぎること、及び連合会名称の中に、 推薦を表現する文言がないことから業界内で名称変更がたびたび話題に上るようになり、簡略かつ全国的に統一できる名称を業界種などを通じて公募した。この結果、観光機材の名称が選ばれた。これにより、同連合会は昭和38年に全国観光機材商業連合会に名称を変更し、各地区の3組合もそれぞれ、 東京観光機材商業協同組合、大阪観光機材商業協同組合、愛知県観光機材商業協同組合と解消し、その後に設立された同業団体においても観光機材の語が使われている。なお、隣接業界団体の全関連は、試工業者で構成する全国観光事業協同組合連合会の略なので混同しないよう注意が必要である。 配管システムを設計するときは標準コードに従います。配管規格を交付する組織は次の通り。パイプは次の寸法要件に準拠している必要がある。ねじ込み中鉄継手の展示多くの場合、パイプの製造に使用される材料がパイプを選択するための基礎となるが、パイプの製造に使用される材料は次の通り配管、またはチューブは通常。 接続を行うために継手に挿入されるが、コネクタは性別が割り当てられ、この略記 M または F 例ではメスアダプターである NPT に同じサイズを呼び、スレッド標準の対応するオス型接続を有する。アダプタ導管をメネジに接続するための2本のネジ山マアダプターエルボー単半径45度エルボーロングラジアス90度エルボーカップリングパイプカップリング連結。 ユニオンとレデューサーの、組み合わせニップルニップルレデューサー。ブロンズスレッドと、同スウェットレデューサーダブルタップブッシング T 自動の、スウェット T シャツダイバーターティークロスキャップ同性スウェット、キャッププラグバーブこれらの、新中性 PEX 継手ては、ホースバーブと非常に似ていますが、必ずしも互換性があるとは限りません。バルブ台所の流しの下の止水弁のこれらの、 圧縮接続は、ゆっくりとした、浸透の証拠を示しています。天井の穴を通して、上向きに見た、このビューは、従来のリード付きハブジョイントと最近の、ゴムスリーブハブレス接続を示しています。スリップジョイントフィッティングスイープウェルボークローゼット、フランジ掃除トラッププライマーコンボ、T 字サニタリー、T 字バッフル、T 字ダブルサニタリー、T 字 Y、または、 ty サイドインレット ty、おねじパイプと、メネジエルボ、溶剤溶接用ポリプロピレン継手銅管に、ソフトハンダ付けされた、真中性継手部分溶接交換継手遮断弁の圧縮コネクター赤みがかった部分は、銅の圧縮リングです。フレア接続、1ネジ山にオーリング3ボディ4ナット5、シールインターフェース6サポートリング、および7フレアチューブガスケットによる、 フランジ接続メカニカルスリーブクランプ圧着用を継ぎて、この中鉄と銅の DWV 取り付けを接続するために柔軟なゴムスリーブが使用されています。継承70年大阪観光機材、商業共同組合70周年誌。ありがとうございます。